非常用電源が欲しいと思ったんですよね。で他社さんの蓄電池もいろいろ見たんですけど、めちゃくちゃ高いんですよ。大体1キロワットで20万円ぐらいするので、でもリーフだったら24キロワットもあると。でしかも価格はお値打ちである、まあ、高いですけども補助金も出るし、コストパフォーマンスが非常に良かったということです。実際運転してみて、やっぱエコ運転って何かっていうのもリーフ乗って勉強しました。実際に乗ってみて、電ピナのモードがあるじゃないですか。それを見ながら、やっぱりここって坂多いのでなかなか燃費って良くならないんですけど、でも少しでも良くしたいから、自分なりにそのエコ運転をその工夫してみたりとか、そういう運転の楽しさがあるので、うん、そう、燃費を上げる楽しみ、そうそうそう、ゲームみたいですね、うん、もう備えあるに越したことはないっていう考えですね。その備えっていうのが、うん、あの私たちの地域って地震とか来た時の避難所が、まあ一番端っこで一番遠いんですよ。で歩いて、私もそこに通ってたので、まあ、3、40分はかかると、無理ではないけどかなり大変だと思うんです。でそうやって考えると、やはり無事なお家はやっぱ自分の家でその避難生活をしのぐっていう考え方も必要だと思うので、そういうことも真剣に考えると、やはりリフトホームっていうのはすごい災害時の役に立つと思います。普段日常生活で、まあ、この電気リーフから来てるっていうのは嬉しいですやっぱり、うんうんうん、深夜のを貯めて昼間使ってるわけですけど、まあ、だからピークカット今言われてますよね。なるべく昼間あの電力会社からの供給量を減らしたいっていうことに貢献してるし、うん、ありますね。まず家計の面から毎月1万円収支が増えたっていうことですね、うん。あとあの家の中でもやっぱり、まあ、リーフの蓄電池あんまり減らないようにしようと意識が働いて、しょっちゅう電気消したりとかするようになりました、うんうん、やっぱり